い、であのちょっと話を、ちょっと水からの伝言のその水からの教えてくれることですね。で今、ちょうど本を開いて小学生向けの お子さん用の本ですか。でこれ音楽を聴いた時の水の結晶でベートーベンとかモーツァルトってあるんですね。そうですね、まあはい、あのそのことよりもやはり言葉を良い言葉をかけたとか見せた時に美しい結晶を作り、はい、まあ、悪い言葉をかけると結晶を作らないということについて私は実は力説をしたいんですね。なるほど。言葉の大切さ、はい、子供さんたちにそれをぜひ、まあ、理解してほしいと、なるほどね。今これ見るとありがとうだとすごいなんか雪の結晶みたいなそういう綺麗ですね。まあ、初めに言葉ある人、はい、聖書にもありますように、はい、言葉というものが全てを作っていると思うんですね、はい、ですからその言葉が満たれること自体がこの世の中が満たれているというふうに私は考えるものですから、はい、それはなかなか大人の人にはよく理解してもらえないから子供さんにまずそれを伝えたいということですね、はい、なるほど ね、 ね、私もサラリーマン時代に例えば部下に対してかける言葉だとか、まあ、いろいろありますね。だいたい想像つきますね。そうするとついついそうです ね、 しようねしなさいと、うん、ね、きれいだね、きれ汚いだと全然違いますね。ということはこういうことをちゃんと分かってたらもっといいコミュニケーションが取れたと。そうですね、はい、いうことですか、ね、もうこれは日本人だけの問題ではない、人類全般の問題だと考えています。なるほど、うん、であの今ちょうど、まあ、スタジオではですねこうやって本を見せていただいて私分かるんですが、あの実際に今先生がお話しされたことを映像で見たりですねする機会ってないんでしょうか。今度はあのロシアの映画がですね、はい、ウォーターという映画、DVD ですが、はい、ちょうど今日7月1日が我が私の方のオフィスで、発売されるんですね、1時間半のものですが、はい、世界23人の学者や宗教家が出ております、この画像を見ていただくのがまず一番いいかなと思いますね。なるほどですね。今日から発売。そうなんです。あ、そうですか。今あのタイトルを見るとですね、まあまあ、題名はウォーター、私たち水を通して一つにつながっている、まあ、水は情報を記憶する、はい、かっこいいですよ ね、 水は情報を記憶する。実はですね、はい、この水についての映画というのはこれが初めてなんですね、はい、本格的なものは、私たちは水がなくては生きてもいけない、何にもできないんですけどね、はい、だけどその水のことについて本格的に追求した映像というのは、はい、2009年の今年になって初めてなんです。なるほど。これねぜひ見てみたいですね。私たちは水でできていますからね、はい、うん、でこの、ウォーターをこれ DVD が発売になるということなんですが、これは、購入するとしたら江本先生の事務所の方、はい、オフィスバサルエモットでもいいし、もちろんこちらの方に申し込んでいただいても、はい、あのお届けできるようにします。はい、はい、まあ、水からの伝言ということでですね、インターネットで検索していただくと先生のオフィスのホームページにつながりやすいと思いますので、はいはい、ぜひ、ご興味のある方は、見ていただければということと、もう一つですね、今度の、日曜日、7月5日10時から18時40分ですね、ここから近いですね、港区、東新橋、要は新橋のヤクルトホールというところで、これからは愛感謝人で生きようというテーマでですね、このウォーターの上映会もやるんですかね。はい、そうですね、はい、それとメッキの会の会長の出口光さん、はい、そして最近女性の美人歯医者として有名な宝田京子先生、はい、そして元女優の高木さなさん、さやさん、高木さやさんですね、さん、そして中山義直さんという方々、さらには瀬戸親子ですね、はい、あの瀬戸龍介さん、音楽家、はい、まあ、もちろん私も、はい、新しい本がちょうど出版されるもんですから、はい、それの発表を兼ねまして、そして、まあ、水からの伝言の10周年記念ということで、
まあ、一世一代のイベントがあります。ぜひぜひ皆さんお越しいただけたらなと思います。はい、これはあの自らの伝言10周年記念イベントということで開催されます。このシンクロプラスをお聞きの方はですね、これ、会員価格の 前売り価格っていうんですかね、通常の価格が6500円のところ、5500円で、これに参加できるそうです。受付の方でですね、レインボータウン FM のシンクロプラスを見たというふうに言っていただければ、5500円で参加できるというプレゼントがあります。はい、それとですね、今日 NPO の大原住処理事長の方で、太極拳でもですね、ちょっと珍しいですね、これ水の声を聞き整え極めるというそういう太極拳があると聞いたんですが。そうですね、はい、あの太極拳は健康体操だけではなくて、はい、本当に自分のねスピリチュアル的な霊性を高めるあの素晴らしい内容の側面もありまして、はい、江本先生がねあの追求している水ですね、はい、空間を水に例えて自分の体液を動かして整えて極めるという太極拳があります。はい、で7月の19日に江本先生のオフィスであの始まりますので、またそんなあのご興味のある方もぜひご連絡ください。はい、でこちらはあれですね、あの江本先生のホームページから、はい、そうですね、入るとそこら辺分かるということですね。はい、はい、もっともっとね お伺いしたいことたくさんあるんですが、お時間になりましたので、いいえ、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。